これはな、国民に聞かせられない内容なんだよ。詐欺なんだよ。今ここで現に詐欺が行われている。毎月4000円集めている。みんなで政策と候補者を決めようと言いながら一切決めさせてもらっていない。それを詐欺だと言ってるんだ。元党員18人が被害者原告団を作って提訴している。あなたはその訴状を読みなさい。たかが18人、一人でも大事な話ですよ。党規約を勝手に変えてるんですよ。今党員は党大会にも出れない。こんな政党ね、共産党以下だよ。自民民主の方がよっぽどマシだ。最初に言ってたことと違うだろう。あなたたち既存の政党が嫌だから、だからゼロから政党を作る、そういうね崇高な理念で始めたんだろう。だからみんなそれいいじゃんって、僕もいいじゃんと思ったよ。だからいっぱい人が加わった。だから去年の7月たくさん票が入って国会議員まで呼ばれたんじゃないか。皆さん本当に参政党にだけは騙されないでください。